タメルくんとマモリちゃん。私マモリちゃん、長野県に住んでる小学5年生。今日は私が入ってるアイドルグループのダンスレッスン。実は私たち1週間後にライブ。めっちゃ気合い入ってます。レッスン終了。パパがお迎えに来てくれる時間だ。あれ、パパの車じゃなくてタメルくんの UFO。 今日はタメルくんがお迎え。マモリちゃん大変だ、パパが入院した。パパたくさん怪我したの？心配かけてごめんよ。お仕事で作っているロボットが突然倒れてきてね、体中あちこち骨折しちゃったよ。でもちゃんと治療したら良くなるって先生に言われたよ。よかった。ということで今から1ヶ月入院だ。お仕事も1ヶ月以上お休みになったよ。え、めっちゃ長い。入院したらたくさんお金かかるし、お仕事休んだらお給料もらえないよね。うちのお金大丈夫？大丈夫。パパは入院した時保証を受けられるからお金の心配はないよ。保証知ってる。急にたくさんのお金が必要になるかもしれないから、毎月みんなで少しずつお金を用意しておくんだよね。その通り。パパは今回みんなで用意したお金から入院に必要なお金を受け取ることができるんだ。みんなのおかげで元気になれるね。ちなみにもしも体が不自由になって働けなくなった時、生活に必要なお金をもらえる保証もあるんだよ。人生何があるかわからないから、保証があると安心なんだ。なるほどな。マモリちゃんのライブかっけー。パパも来れればよかったね。パパはきっとライブ配信を見てるよ。次回おやきめちゃうま、お楽しみに。